はい、どうも。正攻法で負けないパチンコ、ブローカンリンののりばるです。今回はね、なかなか面白いことになってきたパチンコ業界。そのね、話をしたいと思います。はい。まあ、コメント欄から紹介させてもらいましょうかね。オードロボーさんからいただいたコメント欄ですけども、はじめましての皆様、いつも楽しく拝見しております。この度、大規模な私が警察庁からあったようで、検定時と異なる性能の台を撤去するよう強い要請があったとのこと。リストに基づき、順次撤去するようにとのことなので、かなり業界はざわついているようです。今回の警察庁激怒の背景には、ノリマルさんならご存知かもしれませんが、釘締めに対する規制の猶予期間中の抜き検査時に、1台も一般入証口にまともに入れたか見当たらなかったか。その甘いのひどさに爆発したようです。いまだにどのような機械をいつまで撤去か、情報が明らかになりませんが、乗り回さんはこの騒動をどうお考えでしょうか。これはパチンコで食ってる人たちにはとんでもない問題なのでは。そして中小ホールは体力もないのに、今回の撤去でどうなっていくのか、乗り回さんの見解をお聞かせいただきたく思いますと。はい、そういうことですね。まあ、何を言ってるのかという話なんですけど、まあ、自分もね、まあ、実はつい先日、まあ、ツイッターでつぶやいたんですが、まあ、この時もね、かなり皆さんの反応が良かったんでね、やっぱりこういう話っていうのは、まあ、敏感に反応するのかなと、まあ、そういった思いなんですけども、この記事ですね。はい。もう見出しがすごいですね。違法パチンコ300万台。可及的速やかに全機種確定。MAX 機の設置猶予期間も撤回、閉店なし突入と。まあ、この、まあ、題名は、まあ、ちょっとオーバーなんですけど、この違法パチンコ300万台、可及的速やかに回収というのが、まあ、この記事の、まあ、題名の主なところですね。まあ、ざっと記事を読んでみますと、先日、日光総が出した、決議案、時期を追ってマックス機の割合を減らす案が棄却され、警察庁の指示内容を承諾した模様。内容は、5月サミットまでに警察庁指定の違法機全撤去していく。1、今市場にあるパチンコは歩数橋の形式、型式検視と異なる国になっている。すなわち違法状態であると。このまま放置することはできない。責任は日光総にある。だから、日光総に回収を命じる予定だ。ホールと5団体もそれに協力するようにと。2番、メーカーの回収に協力してもらうことになるが、仮に回収が進まなければ検定を取り越すことになる。違法機だから仕方がないと。この文面はかなり強烈ですね。この釘で、型式試験紙と異なる釘になっている。これの調査というのは、まあ、実はね、6月、今年の6月ぐらいに、これですね。6月から、抜け打ちの検査を行うと。これホールにも通達済みで、それが実行されていたんですよね。で、まあ、内容としては、パチンコ機のこの左右にあるような、おまけ昇級口、まあ、そこでの入賞を見るような空調整じゃないわ、抜き打ち調査だったようなんですけど、まあ、実際ね、おまけ昇級口ってなかなか入らないわけじゃないですか。まあ、実際、ホールに設置されている機種っていうのは、まあ、そういうところを閉めて、まあ、例えばへそを開けてね、回転値を調整したりするわけなんですけど、実際にね、売り出されるパチンコとして、メーカーから発表されるときには、平行、へその釘って土平行だったりして、こういったおまけ昇級口にね、ポコ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 入るから、なんかそれなりの回転数になるような、まあ、それで試験を通すような、そういった、部分で、型式試験を、さっきのですね、これ型式試験をしたりするんですね。なので、まあ、この時と、ホールにある釘というのは、まあ、明らかに異なっていると。すなわち、これが違法状態である。ということを言ってるわけなんですよね。で、まあ、実際その覆面調査したわけなんですが、まあ、その結果ね、改善された台が1%どころか1台もなかった。これは実際、皆さんが、パチンコ店に行ってみて分かると思うんですけど、自分の、
地域でもね、この6月以降に変化があったお店っていうのは実際ありました。アタッカーが良くなったり、おまけ食口がちょっと開いたりね、元に戻ったり。でも本当にほとんどのお店は、まあ変わってなかったですよね。まあそれがまあ現実でした。はい。まあ、ここにね、まあ決断が起こったということですよね。ただこの釘調整の釘の問題というのは昔からこのグレーの部分があって、まあ知っているけど、まあ暗黙の了解というか、まあお店側は、まあへそなどを調整してね、利益をうまくコントロールしてるってことは、まあ暗黙の了解であって、まあそこに踏み込んでくることは、まあ今ではなかったんですよね。例えばまあ算定方式にしてもそうなんですよね。まあグレーゾーンの状況で、まあ直ちに、まあ言ってみれば直ちに違法性はないみたいな、まあ政治家に言わせればそういうことだったんですけれども、まあおそらくね、先に迫ったオリンピックだったり、まあさっきもありましたけど、5月のサミットだったり、まあそういったものの背景でね、まあなんとかそのグレーを廃止したかったんじゃないでしょうか。で、そのタイミングを測っていく中で、まあこの、区域調整の調査で、まあこんだけの結果が出たと。お前らいい加減にしろと。まあそういった、まあ今回の通達なんじゃないかなと思います。で、さっきの話で、まあこれでどうなるのかっていう話なんですけど、まあ実際はね、まあ先日、マックス・キーエ、これ、ニコソだったり、まあ遊戯、業界だったり、組合だったり、そういうのの、まあ自主規制なんですよね。まあちょっと、警察の方から、まあ上様の方から、マックス・キーエは、まあ社交性が強いから、まあ今回は、まあそれを、ちょっと自主規制しますよ。まあだから今回また許してくださいよ。まあそんな話なんですよね。で、まあ今回の話っていうのは、そんなことはどうでもいいから、今設置してあるパチンコ機、前代ですね。前代のパチンコ機。まあこれが、まあ対象となって、まあそれを全撤廃していくと。まあざっくりと概要するとそういうことです。なかなか強烈な話だと思います。で、まあこれは自分も前々から言ってますけど、まあ昔からね、この釘調整ということには、切り込みたくても切り込めない。まあなんとかしたい。そんなところがあったんですよね。まあそんな中で、封入式という話は、まあ以前より、出てました。その調整を管理しやすく。まあ釘調整。っていうことを考えないで済むようにね。で、その方向に進んできてはいたんですけど、まあ、その、まあ、時期が早まったというか、まあ、スピードが早まったという、まあ、見解ではいますね。まあ、かなり急な話で、その業界全体はざわついてるということなんですけども、これですね。うん。まあ、実際に、まあ、これを受けてどうなるのかっていうのは、まあ、その、みんなが話し合って決めることであって、まあ、打ち手はね、全く関係ない話ではあるんですよね。まあ、勝ち組の人たちっていうのも、まあ、動向は気になるところでしょうけどね。うん。まあ、これやってどうなるのかっていうと、まあ、実際その釘というものがなくなって、まあ、釘の支配下、まあ、自分たちで、うまく管理できるようにする。まあ、それともっと透明性を高くする。まあ、そんなところを測っていくわけなんですよね。ただ今、現状のパチンコ機種を、まあ、全撤廃することになると、まあ、それこそメーカーだったり、パチンコ店だったり、というのが、まあ、多大な損害を被るわけなんですよね。で、それによって、まあ、遊戯者も、まあ、激減することにつながりかねないですし、まあ、業界全体が崩壊し得る、事態にもなりかねないわけなんですよね。で、それをまあ、
みすみす見逃すわけではないはずなんですよ。実際その警察っていうのは、あ、というかまあ日本っていうのは、パチンコでの収入、パチンコからまあ得られる、そこで回ってるお金っていうのはものすごい莫大なもので、まあそれをね、まあ無限に手放すっていうことは、まあ、なかなか考えにくいんですよね。なんで、それの折り合いをどの辺で取るのかっていうのは、これからの、まあその5月まで、まあ撤廃するっていう話になってますけど、まあそこが大きな焦点になるのかなとは思います。まあ今はね、そのスロットの方はお話に上がってないですけども、まあゆくゆくね、スロットも設定がなくなるとか、まあその話も出てますし、まあ風の噂でね、まあ今のパチンコパチスロの形っていうのは、そのまあグレーが先行してきて、まあ変えたくても変えられない、まあそういう状況にもあったわけなんですよね。うん。なんでまあこれを機会に、まあ、こうしますよという通達が来たということになります。まあね、その、パチンコ店、にはね、今こんだけパチンコ店が全国で増えてきて、まあ、そこには従業員の方というか、もう本当にたくさん何十万人という方がいて、他にも、メーカーにもね、たくさん働いている方がいて、まあ、それをね、うん、その生活を脅かすようなことになるとすると、まあ、そういう子たちの反発っていうのはものすごいことになるでしょうし、まあ、一つにはいかないかなとは思うんですけども、実況握っているのはあくまで欧米の方なんですよね。うん。この警察庁なわけであって、もっと言うと日本という国なわけなんですよね。なんで仮にまあここがノーと言ったとすれば、そこから得られる税金を、なくしてでも、今のパチンコの状況は、まあ許せないと。そういう決断なんだろうとは。思います。まあ、ちなみにお隣の韓国なんですけども、まあ、韓国にパチンコってあったんですよね。まあ、それは、なんで、ま、いろんな、まあ、中毒性とか、ギャンブル性とか、暴食とか、いろんな話があって、まあ、韓国は、パチンコは撤廃された。まあ、そんな背景はあります。まあ、日本はね、じゃあ日本はなくならないのかっていう話なんですけど、まあ、今まではね、その本当にパチンコで動くお金っていうのが、本当に大きかったので、まあ、そんなことにはならない。まあ、そんな旨味がある産業を手放せないっていう、まあ、考えではいたんですけどね。もしかしたら、まあ、それが揺らいでくる可能性もあるのかなとは、まあ、今現状ではそうは思いますね。うん、この文言からは、まあ、かなり強い意気込みが、ひしひしと伝わってくるので、まあね、東京オリンピックまで、あと数年だ、なんて、悠長には構えていたんですが、まあそれがね、まあだいぶ近くなるのかなと。まあそんなふうには今現在では思ってます。まあ現状のパチンコ環境だとしてもね、直近のマックス期の駆け込み需要だったり、昨今のね、心霊入れ替えの、まあ会場の心霊入れ替えだったりね、まあお客さんの絶対数がもう著しく減ってる状況なんでね。まあ仮にこのまま行ったとしても、まあ春までにはかなり多くの店がなくなっていくのかなと。まあそういう予想はあったんで、まあそういう流れの中でいろんな道に進んでる、他の道に進んでる方っていうのも、まあ数多くいるわけですね。ですしね。うん。まあそこに追い打ちをかけることになったわけなんですけども、まあさっきも言いましたけど、自分個人としては、まあこれが自然の流れで、まあこうやって決まったんだったら、まあそうなるべくして、まあ進んでいくのかなと。まあそれが、まあ感想ですね。まあ仮に容疑者の立場から言うと、まあ容疑者は、容疑環境を選べないので、まあなるようになるなと。まあ仮になった先で、まだね、打ち手同士の差が出るない。まあ仮に封入式だったり、なったとしても、まあ、弾は飛ばせる、任意で弾が飛ばせたり、まあ、打ちっぱなしと、まあ、止める人がね、まあ、差がつくようなことがあったとすると、
まあ、それはね、技術改善として、まあ、弾が残るスピードが違うのでね、勝ちにつながるってことは、まあ、十分考えられるので、まあ、そういうことさえなければ、例えばアメリカのカジノとかですね、ガチャコンとか言って、レバーをガチャンってやって、パッパッパッと何かが変わるような、まあ、そういう機会にさえならなければ、まあ、まだまだ、まあ、差が出る部分はあるのでね。うん。まあ、勝てる部分は残る可能性はありますね。まあ、ただ、まあ、明らかにその、今現状の期待値を取れるかと言われると、まあ、それはまた著しく下がるだろうなと。まあ、それはまあ、容易に判断はできますね。はい。で、まあ、以前ね、たまたま、こんな動画を、クイズを書かせてもらいましたけども、まあ、これはね、たまたまその、寝台入れ替えだったり、今の入れ替えに対する、まあ、自分の考えとかですね、まあ、演出とか、まあ、派手なであったり、ね、こういうことに対する、まあ、自分の思ったことを記事にしたわけなんですけども、まあ、これもね、下の方で、こう、書いてますが、まあ今のパチンコ環境を考えるとね、まあ他の業種に、まあ一般ユーザーも含めて、まあ他のものに、まあ目を向ける、まあいいきっかけになるんじゃないかなと。うん、ただただそう思いますね。はい。まあこれを見て、まあどうなるかというのは、まあさっきも言いましたけど、まあ今後の、まあ業界団体の話し合いで、まあどこまで譲歩してくるかということに尽きると思います。まあ、このまま全てを、まあ撤去したとすると、まあ、それこそ莫大なお金がかかるわけで、小さなお店なんかまあ全て消し飛ぶでしょうし、まあ金大手だとしても、まあ、資金が回らなくなる可能性、まあメーカー、ホール含めて可能性はあるので、まあそれは、まあどのぐらいの情報があるか、うん、っていうところにかかってくるんじゃないかなと思います。で、まあこの話が、まあそのまま受け取られるとすると、今のパチンコ、これも300万台って書いてありますけど、まあこれ設置台すべての台っていうことだと思った方がいいです。今のパチンコですね。まあそれが、まあ5月のサミットをめどに、まあ、全てなくなる可能性があると。かなりすごい時代になっている。まあ、そんな中でね、まあ、自分はどう思っているのかと。まあ、そういったことをちょっと長々とお話しさせていただきました。まあ、こういう記事に対してね、ご意見ご感想もあると思いますし、まあ、どうなった方がいいとかね、まあ、そんなことはないよとか、まあ、いろんな意見をもらえたらいいかなと思います。まあ、自分はね、色眼鏡なしに話しているつもりなんで、忠実な意見を述べさせてもらっているつもりではあります。はい。今回の話は以上です。今回の話はね、違法パチンコ300万台、可及的速やかに全撤去確定と、まあ、なかなかすごいニュースをタイムリーでお伝えしました。はい。それではまた更新します。ありがとうございました。